これが、あ、もう、お台場ゼップ東京、みんな切んなきゃダメだよ。はい、お約束ね、これ。絶対みんな切ってるよね。本当に切って今ちょうどなってたら面白いけどね。多分俺なんで出てみます。はい、ごめんなさい。あれ?俺じゃねえ。え?じゃ、誰だ?まさか?俺じゃないよ。誰だろう。え、まさか俺だ。おーい。そうなん。ピもしもし、あたしだけど、っていうか、来る前のグランヌードのライブさ、やばかったよね。もうグランヌードの人は人生語れない感じ。気象の腰の動きとかありえないくらいかっこいいんだよね。もう好きすぎて死んじゃいそうなんだけど。あとあれね、腕、私腕持ちなんだけど、あの君やば、ほんとやば、最高すぎるよ。アルバムのライドンジェッジのジャケットの筋肉の出方、あれこそ男って感じ。しびれる。飯塚もさ、ギター弾いてる時のあの真剣な眼差しとかキュンキュンしちゃうんだけど、足長いし、ほんとなゲッシュ、どこまで伸びてるのっていうぐらい長いよね。でも話して面白い、あのギャップが最高っつって、何よりグランドデーの曲が超イケてるだって。飯塚の作曲あってだよね。神だよ神。大阪公演のバネッサも超ウケたよね。あれって大阪のおばちゃんめちゃめちゃ笑ったよ。ドラムのバルさんはあんまり喋んないけど、なんか大人の男って感じじゃない。ツーバスがもう胸にズシズシと響いてメロメロだよ。もうメロジにステージ衣装も誰よりもキラキラしてるし、すんげーの。あとベースの滝田さんかっこよすぎ。なんかエロ担当らしいんだけど、滝田さんなら許せるよね。今回のツアーでファンも増えてるらしいよ。そういえば大阪の日終わった後、メンバー4人で部屋飲みしたらしいよ。あの4人が集まったらどんな話するんだろうね。エロトーク全開っぽくないも笑える。そうそう、今回のツアーのパンフ買った。なんかさ、釣りしてたじゃん。あたかも釣ったかのように映ってたけど、あれ本当に釣ったのかな。誰かが釣ったのを借りたりしてそうじゃない。マジウケるんだ。これマジだったら超ウケるのに。おみくじのページもあったよね。なんか今日って書いてあったけど、二人とも今日引いたらしいよ。ぷっぷ、どうなのグランドでを笑えるんですけど。キャハハ。あ、デライトソングの PV 見た？今までで一番かっこいいんですけど。やばいよあれ、気象が手でラブの L やるとことか。でも撮影の時高い場所に乗らなきゃいけなかったらしくて、高いところ苦手な気象はめちゃめちゃ怖がってたんだって。ウケるウケるウケる。ああ、追加公演でライブツアーもおしまいだね。うちら全公演制覇ってやりすぎかな。そんなことないよね。っていうか聞いてんの、返事くらいすれば。あのね、お前うるせえんだよ本当に。グランロデオですけど、グランロデオだよ。聞いてんの。はあ、マジで。ああ、笑えないんだけど。ああマジ、嵐グランロデオと電話してんの。ああ、これがいわゆる、せーの、ミステイク。